辰巳明のザ・演歌。人の情けやぬくもりをわかる男になれたとき、空に輝く星になる。愛する人への歌になる。感情爆発、背中のオーラを解き放て、拳を回せ、目力全開モード。君のハートを独り占め、今日も誰かが、今日も誰かが俺を呼んでる。演歌マン、夢で会いたい。北旅順、一人飲み込む男の涙酒。登る明日の夢見坂。歌こそ人生、生きた証を歌に残す人生の思い出に、記念に、皆さんの素敵な歌声をテレビでご披露いただきましょう。東京ミッドナイト。
手前群青の月また少しずつ欠けてく岬外れの暁の宿愛は触れない残邪しいよ二人の絆命Oh
港町。
忍ぶ恋ほど燃えるというが、今では聞かれぬ無敵のように別れがつらい、死ぬほどつらい、かもめ泣く声突き刺さる。好きだから、好きだから、お前が未練を残さぬように。男は冷たく最後まで、女も嘘も知らぬバカじゃない。リリが流れる港町、夢とあの子とサンドがさ、浮世ガラスの意地いっぱい見せない涙、飲んで流れる金の川よ。俺のこの手を握り返して、一人一人また一人、この街で私生きてゆくから。今日は何の日のコーナーです。はい、はい、北川さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はフライドチキンの日ね。そうなの。ケンタッキーとかフライドチキンの第1号店が名古屋市西区に誕生したそうです。はい、もうすっかり台本読んでいただきました、ね、名古屋がね、第1号店なんですって、フライドチキン。そうなんです、びっくりですね。西区、ね、だったんですね、全然知りません。美味しいもんね、ね、名古屋発祥のものって他にもたくさんあってね。北川さん、何かご存知ですか？あの、よくテレビでやってますけど、ラーメン。ラーメン、ね、あー、分かった、あの、台湾ラーメンでしょ。そうですね、台湾ラーメンは名古屋発祥なんですか？そう、台湾じゃないのよ。そうなんですね。そういうことですよね。大好きです、辛いの。イタリアンスパもそうじゃん。イタリアンスパ、あの、鉄板に卵が入ってあって、別にイタリアンが出身じゃない。あ、違うんですね。名古屋、あれ大好きですね。はい、アンカペスパとか、アンカペスパ、アンカペスパも聞かれたの、東京で、またあったかな。あ、そうだ、阿部律子さんだった。あんかけスパってね、なんかあんこかけて乗ってくる。あー、確かに。名古屋といえば、ね、あんこのね、トーストもありますからね。あんかけスパと言ったら、ちょっとドキドキしますよね。そういうのが名古屋発祥でね。他に食べ物ばっかりじゃなくてね、あの、有名ね、パチンコとか。やられてる、パチンコ。パチンコ、やりませんけど。はい、いっぱいありますよね。パチンコ。あ、でも最近は、あの、閉めてるとこ多いですよ。閉めてるの？はい。それ、昔のようなパチンコ屋さんに見えないですね。あ、そうですね。女性も行き入れる。そうそうそう。そういうことですね。閉店のことかと思いました。ちょっとね、様変わりさせて。ねえ。あの、昔はパチンコ屋って感じだったけど、今はハイカラーのね、ハイカラーな感じね。好きになってますね。そうですね。おしゃれな感じたちにね、変わってますね。はい、他にもありますか？大丈夫ですか？もっと言っていい？あと大正ごとがある。あ、大正ごと、あれも名古屋のね。そうなんですね。ちょっといろいろと名古屋発祥のものがいっぱいありました。ありましたけどね。はい、そんなことで、ありがとうございました。ありがとうございました。
せらぬ喋りがね、もうちょっと流暢に楽しくおかしく話せればいいんですけど、なかなかね、マイクを持つとそんなわけにはいかなくてですね、喋るよりも歌いたい。そうなんです、そういうことなんです。でもやっぱり全体の構成とかはご自身で考えるんですか？そうですね、やっぱり最初はテンポのいい、まだちょっと歌で、麦笛から入りましてですね、夢合い橋から、そしてまたちょっとこうしっとりとした歌って、また後半にはまたぐっと盛り上げる。ぐっと、はい、だ締めはやっぱり前目ですね。前目とか、そうですね、北陸の方で歌うときには、やっぱり五木ひろしさんのくず優雅なのがとても人気なものですから、ね、考えてやってるんですね。素晴らしいですね。はい、お客様客席とか降りたりして行って歌うことない？いや、なかなかね、客席を降りてしまうと、うん、歌詞が飛んでしまって慣れないもんですからね。恐ろしいこと、一回だけ降りたことあるんですけど、ちょっとまだ慣れてなかったね。早く戻りたいなと思って、戻りたいなと思っちゃうんですよ。一応握手をするんですけど、もうさっさと握手しちゃって、ワンコーラスで戻ってきちゃうね。そうですか。辰巳さんはいかがなんですか？そうね、それは同じだで、デュエットは、じゃあデュエット、デュエットは居酒屋さんとかでやる場合は、はい、デュエットあ、歌わせていただきます。今はね、もう本当にデュエットしないんだけど、はい、基本的にはね。だけども、昔はよくしましたね。ああ、そう、すごい、お客様から好評だった。今はしないんです。今はしないけど、今の方がでもすごい得意だった。こうね、女性が、女性がよくしてらっしゃるね。そうまだね、カップで来るね、はい、あと喧嘩になってる。そればっかりだった。ちょっと災いのもとで、そうそう、優しい目で歌われるんでしょうね、きっとね、とろっとした目で。そうだね、結構得意だったから。あ、そんな気がします。はい、ありがとうございました。それでは最後は辰巳明さんの歌声でお別れです。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。
降り月夜の隠れ身。